はい、菜の花の硬いところを取るんで、ではね、はい、これで出来上がりました。さあ、こうしとけば、あとは準備 OK です出来上がりました。生ネギを酒、はい、醤油、はい、みりん、で最後の砂糖を入れて火をつけて、はい、こんなに手の感じが、雨が下に。はい、行きました。
はい、出来上がりです出来上がりました。さあ、立つですね。立つのご飯を。軽く混ぜて湯気を飛ばして、そして菜の花を入れます。全部入れちゃいます。これで、塩小さじ1杯を振りかけて、もうこれで出来上がりですね。どうですか。まあ、うちにはもしいますので、ちょっとなして、これにたっぷりとシャスをかけて、はい、出来上がり。